皆様こんにちは。ただいまから日本で一番短い国道、国道174号線を歩きたいと思います。で、あちらが神戸税関になります。あそこのおにぎりも国道174号になっております。そして終点に着きました。これが日本で一番短い国道の国道174号でした。